皆、ここに集まってもらったのは、この偉大なる勝利を祝うためだ。こたびの勝利は、我々の手によって得られたもので、一人一人に誇る資格がある。我々は再び大いなる災厄を乗り越え、愛する故郷を救ったのだ。おお！無論、戦争はまだ完全に終わっていない。アビスは消えておらず、その巣窟、八神の国よりも深き場所へと退いただけだ。だが、ナタの戦力を侮り、戦いを仕掛けた奴らは深い傷を負った。この先長い間、ナタに脅威をもたらすことはないだろう。少し準備を整えた後、私が最後の反撃を行うつもりだ。その巣窟に攻め入り、アビスを全滅させてみせよう。それって、ちょっと待ってください。エンジン様はお一人で行かれるつもりでした？あそこには強力なアビスの力が蔓延している。一般人であれば少し触れただけで即死だ。先陣を切ってナタに貢献したいという皆の気持ちは理解しているが、ここは任せてくれ。このエンジンが直々に勝利を収めることを誓おう。一番肝心なところで力になれないなんて。これからの戦いとこれまでの戦いに差はない。皆はすでに貴重な戦果を勝ち取ったのだ。今宵は存分に祝うとしよう。そうですね。命の心配がなくなった以上、もういつもの日常に戻れますよね。確かに悪いことじゃないな。魔物が溢れてる頃よりずっとマシだ。時が来たら再び皆を召集すると約束する。そしてこたびの戦いでナタのために犠牲となった戦士たちも忘れてはならない。アビスを消滅させた後、荘厳な葬儀を執り行う。孤名に多くのものを記録することはできないが、いかなる英雄の物語もナタの人々の胸に刻まれるべきだ。黙祷を捧げよう。また戦士たちだけでなく、隊長の特別支援にも感謝したい。個人の名義でこの土地の勝利に敬意を表そう。では皆がこの宴で気持ちを整理し、再び活力を取り戻すことを願っている。これからも心を一つに邁進していってほしい。お前どんだけしぶてんだよ。こんな戦いまで乗り切っちまうとは。チェ、今の俺はお前の減らず口を許す気にはなれない。部外者ずらして今回のことを好きかって言うな。出ないといつ殴られてもおかしくないぞ。そうだぞアハウ、本当に懲りないな。へえ、ちょっと戦いに勝ったくらいで宇宙天になりやがって。この偉大なる聖竜クフルアハウが真意を振るってなかったら、とっくに消し済みになってたっていうのに。言う褒美に武道でもやるか。俺を一個扱いすんじゃねえ。今回の死傷者のうち伝達師は最も多くの割合を占めてる。しばらくはナタの手紙配達にも影響が出るだろう。だが幸い兼業で伝達師を志望するやつも多い。状況はいくらかマシになるはずだ。北条の国はアビスの出現場所から一番離れてたから、魔物も他より少なかったんだ。私の知ってる限り特に大きな影響を受けてないはずだぞ。でもチャスカの支援が少しでも遅れてたらと思うとちょっとゾッとするけどな。ならよかったぜ。被害が小さかったみたいでほっとしたぞ。このブドウ案外うめえじゃねえか。
我が従者よ、おかわりだ。なら、お前のことはこれからインコって呼んでいいな。大活躍だったじゃん、カチーナ。前よりずっと自信がついたって感じ。やっぱ一回勝つとガラッと変わるもんだね。それほどでもないよ。ただ、何かをしなきゃって一心だっただけで。カチーナちゃんのパパとママが褒めてたよ。もう一人前だって。そういえば、流線の州の状況はどうなってるんだ？犠牲者が出たけど、今はみんな前を向いてるよ。すぐ復旧作業に入ろうとしてる。小玉の子も大体そんな感じだね。でもやっぱりちょっと胸が痛い。半言の歌の庇護を受けられなかった人もいたから、帰ったらろうそくを作って備えてあげよう。あ、私も一緒に作らせて。今回の犠牲がナタに今までにない平和をもたらすことを願わないとね。ご苦労。戦での活躍は耳にした。まさに優秀な冒険者であり、戦士そのものだな。俺の記憶ではお前とあの王子様はよく似ている。特に勝ちたいと言った時の姿はな、一刻も早く王子様との再会を果たせることを願っている。そうだ、オロル、名園の主の状況はどうだ？ああ、腕の立つばあちゃんがずっと集落に残ってたし、きっと問題ないはずだけど、各所の復旧作業は必要だろう。部族の若者として戻って手伝わないとな。ファディの支援はいるか？いや、大丈夫だ。それに部族には年寄りも多いから、君の部下を受け入れてくれない可能性も高い。そうそう、怖い顔してるせいでいつ襲ってくるかビクビクしちゃうっていうか。しかも元素力の乱用は名園の主の視力にも影響を及ぼす。心配してるのはそこなのか。ああ、君たちか。なんか元気ないな。疲れてるのか？そうかもしれないな。空を飛んだ時、ナタの全域を、そして勝利のため身を粉にする皆の姿を目にしたんだ。もっと早ければ、そうすれば彼らも、クイクも。すまない、こういう時にする話ではなかった。ふん、今回もまたジュースでいいか？うん、Lサイズで頼むな。ああ、500年前に立てた計画はほぼ完成に近づいた。あと一歩だ。残すはアビスとの決戦のみ。私にとって戦闘は最も手慣れた手段だ。故にそれほどプレッシャーも感じていない。あの悪いやつを一撃で潰した時のお前、すっごくかっこよかったよな。あの時みたいな力をいつでも出せるのか？あれはカムクラによって潜在能力を全て引き出した姿で、一時的なものに過ぎない。ずっとあのままでいたら体が持たないだろう。それと一時的にあった半言の歌の特殊な力も消えている。今後は以前のように5名の所有者にしか作用しない。あ、アビスが大ダメージを受けたことで周期的に現れていたのもしばらくなくなるだろう。私としても皆にここからしばらくの間平和を享受してもらいたい。ふん、順調にいけば永遠の平和というべきか。千年続いたアビスとの戦争もそろそろ終止符を打つべきだ。ところで、ずっと気になっていたことがある。これまで他の国を旅してきた君は、
常に物語の中心に立ち、様々な強敵と戦ってきた。先の戦争も疲れを知らずにあちこちを駆け回っていた。旅人という立場でありながら、いつも勇ましくあり続け、なぜ己の命すら顧みずに行動できるのだろうか。心に恥じないか。良いことを言う。旅人たる者、後を濁すことなく悔いのない旅路を行くべきだ。とにかく私が伝えたいのは、君は優れた才と正義の心を持つということだ。君と最後まで手を携え、この災難を乗り越えられることを心から願っている。だが、その優しさと正義感につけ込んで協力を強いているようにも思わせたくない。何せ決戦には危険が伴う。君にとってはこれからの旅の方が大事かもしれないしな。今日はもう疲れているだろう。ひとまずゆっくり休んでくれ。明日になったらまた談議室に来てほしい。そこで最後の戦いについて話す。その時、君の答えを聞かせてほしい。いざ。ちょうど探してたの。ストラリ、なんでお前がここにいるんだ？大事なことがあってね。やっぱり君に教えとこうと思って。なんだって？それ本当か？死の失政の力を使った以上、ナタは代償として死を払わなければならない。そしてそれに釣り合うのはマービカ様の死だけなの。ナタの人々の奮闘がひょっとしたら死の失政の意志を変えてくれるかもって期待もしたけど、大戦を経てナタの最大の脅威が解消されそうになった今も、死は微動だにしていない。君の考えてることは分かってる。私だってマービカ様を救いたい。でもよかった、その言葉を聞けて安心した。協力ありがとう。特別な存在である君はこのルールに最も抗える存在かもしれないから。そうそう、このことは絶対マービカ様には言わないでね。カムクラの力を使うことの代償を彼女も理解してるはずよ。けど私たちのやろうとしてることを悟られたら、かえってこっちの計画に影響が出てしまうかもしれないでしょ。おう、わかったぜ。さて、これで最後の休養も片付いた。せっかく競技場に来たんだし、久々に一杯いただこうかしら。本当に一杯だけか？安心なさい。一杯って言ったら一杯よ。こら小娘、これ以上ダダをこねたらおじさんも本気になるぞ。エンジンになりたいと言いながら教えを請いに来る子は毎日数えきれないほどいる。その中からお前さんを選ぶ理由がどこにあるというんだ。はあ、何遍繰り返したって無駄だ。将来のことなど誰がわかる。才能に優れ俺を説得できるってんなら話は別だが。私ならここから君の家のキッチンにあるコーンチップを打ち抜くことができる。数十メートルあるんだぞ。冗談はよせ。
おいおい、本当にやる気か？マジで命中させやがった。面白い。かがり木の民の娘、お前さんなら本当に変人になれるかもしれないな。見たか？先に5名を手に入れたのはこの俺だ。しかも超有名なマリポーな。頭を下げてもいいんだぜ。ヒカセイヤの巡礼のチームに入れてくれって。今ならまだ間に合うぞまったく、負けは負けなんだから素直に認めたらどうだ。そんなこじらせるんならお前が本当に古名を手に入れた時に祝ってやらないぞ。いつか必ず古名を手に入れてみせる。君のよりも強いやつをな。はいはい。けど、かがり木のためにマリポより強い古名なんてあったか？まさか、キュンゴジーじゃないよな？やっとレスリングであんたに勝てた。あと数日であんたは正式に円陣になるんだろ。次にこういう風にレスリングをしたくなったら多分。円陣様、レスリングのために一日お時間をいただいてもよろしいでしょうか？ってなるかもしんない聞いた話だけど、円陣になったやつはみんな聖火に宿る知識を吸収するらしい。同時に性格も少し変わるんだとか。だからさ、ちょっと心配してんだよね。レスリングでもう私に勝てなくなるのではないかと心配しているのか？そんなわけないだろう。ま、考えすぎか。エンジンになったくらいで私のことを忘れるはずないよな。よし、試合再開だ。漆黒の後に必ず黎明が訪れるのだ。我々は一人で戦ったりしない。わしらは正しい道を歩んでおる。エンジン様が導いてくれるだろう。敗者は戦火の灰に、勝者は再び燃え盛る。私のなすべきことはすべて終わった。八神の国に刻まれたルールがアビスとの戦いで助けになってくれるはず。まだ足りぬな。人々に勇気をもたらすことはできるが、これでは真の災いに太刀打ちできん。ナタ人だけに砕けた世界の結果を背負わせるのなら、もっと誠意を見せてもらいたいのだが。私が見てきた人間の中で君は誰よりも貪欲で一番交渉に長けてる。まさか私の力まで求めるとは。私が担うのは死。
死から力を得るのなら相応の代償を払ってもらわないと。今の我は何よりも力を必要としている。その力に耐えられる英雄が死など恐れるはずもなかろう。命あるものは死を恐れるもの。この力を背負う者が少しでもひるめば、代償を払うのは無数の民になる。これがルール。アビスに屈しない国ならば、無論何時のルールにも屈したりはせん。文化の伝承、信仰の積み重ねが続いていけば、我でさえ想像のつかない高みに達するだろう。そう、なら手を貸してあげる。けれど、私はただの影。君が思うほど自由に動けない。なら、どうするつもりだ。内緒にすると約束して。もし誰かに問い詰められたら、こう言うから。狡猾なシュバラン家に力を盗まれただけ。私は全くもって関係ないって。いいだろう。その寛大な心に感謝を。入ってくれ。先日伝えた通り、アビスを根絶する作戦について相談したい。ところで、コメイの方に進展はあったか？まさか、ヤガミが君に手を差し伸べてくれるとは。ふん。これは私への助け舟と言ってもいいだろう。感謝しなければならないな。あれ、今気づいたけど、コメイってこの前の戦争で使うものじゃなかったのか？ああ。アビスが救うヤガミの国のさらに奥。そこは完全にアビスの力に侵食されている。それを根本から解決し、地脈を修復しない限り、ナタ人はこの先も脅威に怯えながら暮らし、また先日のような大戦が勃発するかもしれない。それがナタ人が当たり前のように背負ってきた運命。数千年にわたり漆黒の狭間であがくことしかできず、一度も真の平和を手に入れたことなどない。しかし、こたびの戦いでその運命を打ち破りたいのだ。聖火を用いればこの身は守れる。そして私以外にあの地の汚染に抗えるのは君だけだ。コメイが完成しなければ私一人で行こう。だがもし間に合えば、やはり君に助太刀を願いたい。元に戻ったとは言い難い。ヤガミの国がアビスに侵食されている問題はまだ解決していないからな。だがカムクラの力を使ったことにより、ヤガミの国に溜まっていたアビスの力はだいぶ消え去った。それに君の孤名は極めて特殊。ヤガミから特別な配慮がされるだろう。要するに、反魂の歌が元に戻っていなくとも、君の身は問題なく守られるはずだ。ちょっと待ってくれよ。オイラはどうなるんだ？え？残るって、お前と離れ離れになれって言ってるのか？アビスは狡猾だ。君たちが一緒に行動すれば真っ先に狙われるだろう。そうなればこちらが窮地に立たされる。あんま心配する必要ないと思ったら一気に心配になってきたぞ。オイラなしで大丈夫なのか？わかったぞ。もう少し考えさせてくれ。受け入れられるかわかんないけど、頑張ってみるから。ああ、すまない。感謝する。最終決戦がいかに重要なものか、ナタ人ならば誰もが知っている。遠い未来の時の終点まで、
君は人々に感謝され覚えられるだろう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。この地にゆかりある異教の者よ。一人で会いに来るとは思わなかったわ。エンジンマービカがアビスを退けるときに振るった力は死の失政に由来するものだ。俺の知る限り死の失政は必ずそれに見合う代償を求める。彼女が持つルールだからな。どこでそれを？なるほど。その長い旅を歩ませたのがまさに死の失政だったのね。ナタにはまだ最後の決戦が残っている。それに俺も最後の強敵と戦わねばならない。帰る場所のない数多の魂のため、ナタの希望のため、お前の協力が必要だ。